みチャンネル始まりました。はい、よろしくお願いいたします。アシスタントを務めますリアです。よろしくお願いします。はい、そしてプロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博です。お願いします。この番組では車のメンテナンスの仕方についてお役立ち情報を発信していきたいと思います。私本当に車のことが分からなくて、はい、でも免許は持ってるって聞きました。はい、そうなんですよ、免許は持ってるんですけど、ピカピカのゴールド免許でして、ゴールドペーパードライバー、はい、そうです。でもね、はい、多いんでね、そういう人もね。本当ですか。はい、あの丸山さんにしっかり学んでいきたいと思ってますので、はい、ビシビシよろしくお願いいたします。はい、この番組では車の紹介もしていただけるんですよね。うん、当然、車に乗らないとね、いろんなことがね、はい、学べないので、はい、早速ね、車1台持ってきましたので、はい、新車ですよ。はい、行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、まずはですね、はい、こちら、いきなり真っ黒なボディでね、はい、ちょっと大きなタイプになりますが、トヨタのカムリ、はい、どうですか、このまずパッと見た目。めっちゃお顔がね、かっこいいなって思いました。うん、かっこいいっていうね、はい、僕なんかの時代には、はい、やっぱりカムリ、フォードはセダンっていうとですね、ちょっとおじさんっぽいかなっていうイメージ。そうなんですか。いや、僕が思ってたんだけど、はい、今、はい、リアちゃんが見るとかっこいいんだ。かっこいいなって思いました。例えばどの辺、この電気のところとか、うん、電気のシュッとしてるところ、シュッとしてるところとか、うんうん、この口みたいな、がなんかこう横に広がってる感じが、そう、なんか見切って男らしい感じが、やっぱそういうとこなんだね。はい、はい、だけど横から見てみると大きなドアが2枚、はい、はい、これセダンタイプっていうんだけどね。そしてリアトランクがあって、はい、長さはね5メーター近く、5メーターもあるんですね。5メーター近く。そして当然ね、運転席、はい、こんだけのスペースがあります。はい、はい、そして特徴はやっぱり後ろね、後ろのドアのこの長さがあるじゃん。これドアの長さが狭いと、はい、やっぱり後ろはそんな考えてないけど、はい、こんだけドアの長さがあるってことは後ろの乗り降りも、はい、楽ちんみたいなね。広いですね。はい、ちょっと座ってみますか。いいですか。はい、どうぞどうぞ。お邪魔します。あのドライブに行くときはでも、あの、はい、横で乗ってくださいね。後ろに乗られてると。どう、めっちゃ広いです。やっぱり広いですか。はい、はい、座り心地が、はい、後ろは、頭は、頭もね、全然ゆったりですね。はい、人がですね、はい、向こうにも1人、そして真ん中に子供が乗る、はい、そうですね。どう、真ん中に大人が乗っても乗れそうなぐらい広いです。あ、そうだよね、はい、真ん中大人でも乗れそうなぐらいだもんね。はい、そして、はい、後ろ見ます。この辺か。あら、開きました。あ、ほら、思ってたよりめっちゃ広くて、思ってたよりびっくりしました。はい、で、はい、ここもギリギリまでこの長さだって寝られるよ、ここに人入れますね。寝ちゃいけないんだけど、まあ大体ね、はい、あの日本国産の日本車の場合にはここにゴルフバッグが、うん、まあ、いくつ入りますっていうのを、まあ、言わなきゃいけないんですよ。はい、ということは、4人大人が乗って、はい、って言ったらゴルフバッグが4つ入んなきゃいけないけど、これは入るわ。おー、これは入る。すごい。乗ってみないと。いいんですか。ね、このドライブしてみないことにはね、はい、車のこと語れないんで、はい、まずは早速ちょっと乗ってみましょう。はい、それは、はい、ですね、まずはね、はい、ちょっとした加速。おお。まあそこそこパワーありますね。はい、一気にグイーンって乗りましたね。はい、2.5 リッターの直列4気筒、178馬力ありますけどね、まあ、車体自体が結構大きいので、はい、まあ、このぐらいのパワーは欲しいかなと。で、実際乗って乗り心地、はい、広さ感はどうですか。めっちゃゆったりしてて、ゆったり、はい、うん、くつろげてます。そうですね、あのトヨタの中でもね、はい、一応セダンシリーズの中で FF 車ではまあ最上級モデルっていう形になるので、はい、まあ当然ね、優雅な気持ちで乗っていただける車両。走りはね、はい、やっぱりあくまでも落ち着いてますよ。セダンなりの親父っぽいといえば親父っぽいんだけど、落ち着いてるといえば落ち着いてる。でも全然揺れないですね。うん、そうそう、はい、逆にあんまり激しいこうね、うん、車ってそんな求めないの。求めないですね。求めない。ゆっくり横で寝らせてくれって、寝られるぐらいがいいよっていうね。いや、本当そういうものかもしれないですよね。はい、で、今はね、ハイブリッドも使うので、はい、主
にエンジンを切れてしまう時がね多いので、まあ、静かにね、走らせてくれますし、はい、でもね、まあ、直列4気筒なのでさすがにね V6 とか、うん、そういったタイプのエンジンとはまたちょっと違う感じになっちゃいますけどね、うん、エンジンがかかってる状態で静かにするんだったら、はい、本当は V6 とか、もっと排気量がね3リッターとか 3.5 リッターとかって使っていくんだけど、この方が静かってことですか。そう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 、今時は、トヨタのセダンタイプ、はい、高級車向けといっても、まあ、ちゃんとそういうねダウンサイジングエンジン少し排気量を落として無駄を省くような、ね、ことを考えてるなと思いますね。ずいぶんその高級感を持たせたね素材感、はい、このステーリングのちょっとこの温かみとかね、ここの芯も、はい、あとここのほら何でできてるかって、これ何でできてるんですか。これ本当ウッドに見えるけど、はい、そんなわけはないけどプラスチックのはずのはずやけど木に見えますね。そう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 いったところの作りとかはねさすがにこう、まあ、今時国産もやっぱり上手くなってきたなという感じがしますよね。おしゃれですね、うん、シートの座り、はい、心地広さどうですか、はい、いやもうめっちゃフィットしてて乗りやすいですね。乗りやすいとかもう落ち着いてしまってます。落ち着いて、はい、本当にね。宇佐美に戻ってきました。さあ、あの、はい、乗った感じどうでしたか。最初に見た感じと違いました、はい、そうですね、うん、見た目はすごい男らしかったんですけど、うん、乗ってみたら、うん、めっちゃゆったりで乗り心地が良くて眠たくなりました、うん、それはまずいけどね。でも今時の、ね、こういう、ね、トヨタのセダンタイプが、はい、その若い人にも受けるっていうのはね、うん、ちょっとねお父さんとしては嬉しい。本当ですか。だけど横になったら寝られちゃうっていうのはね、はい、これは今も昔も変わらないですよね。はい、乗り心地がすごい良かったです。そうですね、うん、はい。この番組は宇佐美さんの設備やメンテナンス車の情報や知識について皆さんと一緒に学んでいきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。合言葉は宇佐美に行こう。